高橋由一チャンネル。日銀の長期金利がちょっと上がって、うん、新聞とかにも出てたんですけど、住宅ローンは固定型か変動型か、うん、大手銀行が固定型を7月比で引き上げた、うん、10年固定は、三菱 UFJ が、0.78 になって、うん、三井住友が 0.89 になって、みずほは 1.20 ってなったので、うんうん、これは今後変動型がいいのか固定型がいいのかはすごく悩みやすいんですが、うんうん、そうですね、はい、まあ、そういう問題を考えるときにちょっと基本にね、はい、立ち戻ってね、はい、日銀のイールドカーブコントロールというのはどのようになっているかというのと、それとともにそれぞれがどのような金利に影響を及ぼすかというのをちょっと説明したいと思いますよね。で、金利っていうのは実はみんな金利金利っていうんだけど、実は何年の金利っていう言い方を実はするわけね。で、それがイールドカーブっていうんだけどね、要するに0年その何ヶ月かね、1日とかそういうんだけどね、それの金利っていうのと、それとあと、まあ、10年金利、その間もたくさん金利があるわけ、だからそうするとこうやってカーブになるわけね。だいたい右上がりのカーブですよ。で、右上がりのカーブになって0年っていうのが何パーセント、それとあと、10年が何パーセントっていうので、その間の間の年数っていうのはそれぞれの期間に応じていろんな金利がついてくるんだよね。で、イールドカーブコントロールってそもそもどういうのかっていうと、0年の金利を決めて10年の金利も決めてるって、そういうふうな政策、そうすると0年と10年が決まるから、まあ、大体真ん中間のところはその線に痛くなってなるわけね。だからそういう意味でいろんな金利が決められるって、そういう話ね、はいはい、それで0年はどういうようなところがに決まってるかっていうと、実はマイナス 0.1 っていうのを実は日銀当座金で決めてるからね、そういう意味では0年のところはマイナス 0.1 って決めてる。これがマイナス金利ってやつですね。そうです、マイナス金利、はい、それであと今回イールドカーブコントロールやったのは、はい、0.5 程度って言ってたのを、はい、それまで許容するって言ったのを今度 1.0 まで許容してるから、言ってみるとこのイールドカーブの10年のところ 0.5 ってところを 1.0 に上げたような感じなんです。10年のところが上がった、うん、それと0年の金利の方が何に影響があるか、はい、それとあと10年の方の金利が何に影響があるかっていうところをちょっと見なきゃいけないわけね、はい、で0年の金利が影響あるのが実は変動ローン、はい、変動型のローンに影響がある。だからこれは0年の金利をベースとしながら変動金利のやつは決まる、はい、うん、それで、はい、あと短期金利、はい、短期の借り入れなんかは実は0年の金利にすごく影響を受ける、はい、で今回だからイールドカーブコントロール0年の金利は動かしてなくて10年の金利だけ動いてるから、はい、そういう意味では変動金利とか短期のローンの金利はあんまり変わらない、うん、10年の金利は何に影響があるか、はい、これは固定型、固定型の金利に影響があって、はい、さらにあと長期貸し出し、長期借り入れ、はい、こういう金利に影響がある、はい、だから今回このさっき言ってもらった住宅ローンの固定型っていうのが上がってるのは、今度この10年のところが 0.5 から1に上がる、まだまだそこまで上がってないけどね、はい、それをちょっと先取りしてるから当分の観点がこれが多分 1.0 ぐらいまで上がるから、そうすると固定型はちょっと上がるように見える。でこれだけ見ると実は変動がよく見えるでしょ。そうですね。でも一般的に金融政策やってる時に、はい、実は10年の方だけ上げるって形の傾き急になるから、はい、あんまりやらないよ。あれやらない。でどういうのかっていうと、これはイールドカーブで平行移動ってよくするんだ、はい、今はこういうふうになってるかもしれないけど、こういうふうに、でこういうふうになったのをもう一回こういうふうにやってこういうふうにやるというふうなのが予想できるから、そうなんですね、実はあれだよね、変動金利がマイナスのままっていうのはちょっと考えにくいよね。あ、まあ、その傾きが急ってやっぱりなんかいろいろ不具合が出てくるんですか？不具合出るよ。傾きっていうのはどうやって決まるかっていうと、金利の先高感っていうか、そういうのが、はい、で反映になるからね、はい、で先高感っていうのはいずれ短期金利が上がるっていうことになるからね、うんうん、だってすごいこうなっちゃったら大変じゃん。そういうだからこれ程よい塩梅があってさ、はい、この程よい塩梅そうそうそうに大体なるんじゃないのって読むのが普通だから、でもそれで程よい塩梅にならないって読むんだったら、あれで短期のままでいいっすよ。ただしどっかで必ず短期の方も上げるというふうに読むんじゃないの。なるほど。
そうなった時に住宅ローンで考えるとどっちの上がり幅の方が大きいんですか。今こんだけ上がっちゃったよね、はい、今長期上がりましたね、上がっちゃったよね。これからこっちの上がり幅が大きくなる可能性高いでしょう、ね、要するに結構傾きをバランスすると思えばそうだそうでしょう。今じゃあ変動が安いからっつっていくと飛びつくと上がり方上がるときには激しく上がるだろう。変動の方が激しく上がるんですか。だってそうでしょ、傾きをある程度のところで保つっていうふうに思えばね、はい、今こっちは上がっちゃってるんだから、はい、短期の方はぶっと上がるでしょ。それはでも読みだから別にいいっすよ、どうやって読んでも。悩ましいですね。こういうふうに傾きはある程度一定で、はいはい、この平行移動っていうのは原則と思ったら、それで今長期の方だけ上がった、はい、平行移動が原則だったら今度こうなるよね、うん、というふうに読むのが普通なんじゃないの。そうか、うん、ここから先住宅ローン組もうと思ってる人は悩ましいですね。だから短期の方は上がる。それでね、あとこのイールドカーブで言うとね、はい、もうちょっと言うとね、今こういう傾きでしょ、はい、短期上がった時にはねキューってこういう形になって、実は短期の方が実は変動が大きい。だから平行移動どころかね、短期の方上がるときすぐ上がるよ。あ、じゃあ上がったからっつって躊躇しないで先々考えたら長期の安定を求めた方がいいかもしれないね。じゃあ短期の方は今さっき平行移動って言ったんだけど、本当に言うと平行移動よりかこういうふうになるんだ。より激しく動くんですか。そうそうそう、短期の方が激しい。今までの動きを見ればね、これ全て読みだからね。まあまあそうですね、うん、だからこのイールドカーブっていうとこういう線がこういうふうにどうやって動くかって読みながら、実は短期か長期にした方がいいっていうことになるんだよね。そうすると長期の方は上がるにしてもそんな変動幅が大きくない、短期の方がより多く変動するっていうのはある。バブルの頃の変動金利どれぐらい行くときは行ったんですか。バブルの変動金利だったら長期は6あ5か6ぐらいになるんだけど、はい、短期は10ぐらいまでいっちゃうだからこのねイールドカーブってねこういうふうにあるでしょ、はい、今こういう線なんだけど、はい、それが平行移動こういうふうにするかっていうと意外にそうじゃなくてこうなんだ、はい、なんだ、ま、そういう時もあるよ、そういう時もあるよ。恐ろしいですね。だから短期の方がギャンブルなんだよね。だからそういう意味で変動金利がギャンブル。銀行はどっちかっていうと今変動がみたいなんで進めてきますけど、進めするの銀行がお勧めするときには稼げそうだと思うんじゃないの、はい、いずれにしてもあれよ、このふうな判断は自分でやるんだよ。だから過去の短期の変動幅を見ると結構大きいから、はいはいはい、だからそういうのをいろいろと加味しながらよりいいねことを考えたらどうですか。よく半々でこう作る人っているじゃないですか。あ、だから無難に考えると偏りしない方がいい。どっちに転んでも、どっちに転んでも、どっちに転んでも、あんまり損得がないようにね。だから要するに無難に半々にするとかいう考え方も十分ありですよ。だからどうも偏り接してるとね、なんか当てが外れた時に大変だから。9月30日、相馬重原さんとトークショーを行います。会場は、東京ビッグサイト、はい。ぜひ皆さんお越しくださいませ。よろしくお願いいたします。はい。